東京アムアムワールドアムアムカルビです、この動画はですね、私カルビがドラマ半沢直樹を見まして、このシーン良かったなっていうのを語っていく動画となっております。いいシーンがたくさんありすぎるので、なんでこのシーンはこのシーンも良かったじゃんとか、いろいろ皆さんあると思いますけども、そこは皆さんご了承くださいませ。それでは最終回行ってみましょう。東京アムアムワールド最終回とうとう来てしまったという感じなんですけども、まずはですね、あの美濃部幹事長の部屋でこう大和田と白井大臣とかこう喋ってるシーンのところですね、今後とも政府と銀行共存共栄でぜひよろしく頼むよ。はっ、ところでなんだ、石部金吉君、その名前、名前なんだっけ、石部金吉半沢でしょうか。そうだ、どうするつもりだい。まもなく処分の方が下るところ。はい、最近どうも耳が遠くてね。まもなく頭取から出向の辞令が下る段取りとなっております。それじゃあ能徳はバンカーじゃないんだ。ただのバーカだ、バーカ。このシーンなんですけどもね、石部金吉っていうのはもう半沢直樹の名前をこう間違えたとかいうわけではなくてですね、調べてみたら四字熟語で融通の利かない人という意味で、あった言葉でして、皮肉ですね、美濃部幹事長も。でここで覚えておいていただきたいのが、8話で、白井大臣がこの美濃部幹事長の「はあ最近どうも耳が遠くてね」ってこれを食らった時、もう白井大臣は何も言い返せなかった。で9話で半沢にもこれが来るんです。9話での半沢はこれに対して、あなたはもう政治家でも何でもないみたいな、ただの老いぼれだみたいな感じのことでクッとムカつかせて、今のはさすがに聞こえたみたいですねっていうね、この一撃を半沢かましたんですけども、ここで大和田が今度はこの「はぁ」っていうのをやられるんですね。でここでは大和田は「間もなく」ってこうちょっとイラつきながら言い返してるんですけども、これが後半の方で聞いてくる形となっていました。そのシーンは後の方でこう出てくるんですけども、その時にまた話すとしまして、剣道のシーンになりましたね。3人でこうやり合った後に横になって語って、半沢に目力がこう戻るっていうシーンだったんですけども、でそこにこう泊まりがこう来て、木本常務が戻ってきたぞ、そこに行くぞっていうので、こう半沢と泊まりでそこに向かうところに声をかける。こうちょっと離れてた2人がこうちょっとこう近づいて、次長と呼んでのぶちかませ、ね、技を繰り出してる時の声ですよね、雄たけびだから、ぶちかませみたいなことなんですけど、同じようなことをへぇーっていうその声の方で表現をしていると。別に狂ったわけじゃないと思います。それで木本のところに向かったら大和田がいて、半沢君、君はもう今度こそ本当に間違いなく不可逆的におしまいです、グッバーイです。それで泊まりがですね、木本がいるホテルの場所の情報を手に入れて、そこに行っての木本の部下を使ってこうドアを開けさせてね、でこの出てきたところを無理やり2人で入っていくところで、その及川光博さんのその泊まりの、アドリブというかね、及川光博さん感がすごい出たセリフでしたね。その部下に対して「ありがとう、お疲れ様、チャオ」っていうね、この「チャオ」まで言うっていうところが及川光博さんという感じでしたよね。9話からですね、もう黒崎はもう全開の状態になって、フルスロットル状態というか、ダメダメのダメ沢直樹めっていうのが、ここでは入ってきたんですけども、さすが私が狙った男っていうね、半沢に対してやるシーンとか、
白井大臣のところにこうあえて半沢が行ってですね、美濃部が何かこうやっているんだということを含ませた言い回しをして、白井大臣をちょっと焚きつけるというか、半沢の家にこう来るシーンだったんですけど、白井大臣のファンだっていうことで花があのお花をねプレゼントするシーンだったんですけど、帰郷ですって言って、帰郷の花言葉は誠実っていう風にこう言うシーンだったんですね。帰郷が、まあ、絶対重要になってくるなっていうのはもう皆さん分かったと思うんですけども、これがね実は第5話でおかみさんのあのともみさんが安田の5周年があるっていうのをこう言ってるんですよ、第5話で。でこの5周年のこのお店で、まあ、パーティーじゃないですけどちょっとやるっていう話が一体どのようにこの後にこう絡んでくるんだろうっていうのを第5話の話でさせていただいてたんですけど、ここで絡んできましたね。第5話のそのともみさんのその安田の5周年パーティーのために花がここでお花を用意している、これがその白井大臣がたまたま来た時に帰郷を渡すっていう流れにこうつながってくるっていうね、ここに5周年の安田の5周年がかかってくるって感じになりましたね。胸ポケットにこう帰郷を刺して開けて、この帰郷がアップになった状態のままタイトルに入っていくところ、ここがまあ良かったですよね。花言葉の誠実、ここがどう関わってくるかっていうのがもうすごくいい流れだったと僕は思いました。それで美濃部幹事長にこう呼び出された白井大臣がですね、その帰郷、こんな安っぽい花なんか君には似合わんよとって、下にこう捨ててですね、靴で踏み潰す、誠実が踏み潰されるという感じの演出になっていたんですけども、これがまたちゃんとねやっぱ後には効いてきましたよね。後からこのその花をちゃんと拾って、誠実、踏み潰された誠実をまだこう白井大臣が持ってるっていう風にこう繋がっていってましたね。半沢と花の家でのシーンだったんですけど、花がもう頑張らなくていいよってこういう言葉を言った時に、銀行とかでこういろんなやつと戦ってる時と全然違う顔をするんですよ。そこがやっぱまたすごいなって、なんか改めてこの表情もできる、そのやっぱいつもグッて入ってるだけじゃなく、家ではちょっと力を抜いてるというか、こっちから辞表を叩きつけてやんなさいよ、辞表か、サラリーマンの最後の武器でしょ、この最後の武器でしょって言われた時のパッとこう確かになりながら目つぶるっていうところがね、またいい表情なんですよ。それでこの頭取に呼び出されて、半沢が頭取の部屋にこう行ってっていうシーンになるんですけど、ここでシーズン1の頭取の思惑がこう明かされるっていうね、校内優雅のためにっていうことだったんですよね。大和田には投稿の過去、その銀行の過去、半沢には銀行の未来を託したということでね、それでああいう人事を行っていたっていうことだったんですよ。そのことを、語る直前ですよね、頭取は大和田さんを美濃部のそばにつけ、隠し口座のありかを探らせているのではありませんか。そうだ、このそうだって言った瞬間 CM 入ったところ、ここのねグーって上がったところでこう CM 行かれたところがもう抜群でしたよね。なんかもう、うわそうだったんだってなったところで一回休憩、まあそしてかっこよかったですよね。頭取の会見が開かれるっていうところでの、頭取がお見えになりましたガチャって開いて、こう半沢が入ってくるシーンで、そこであの白井大臣とその前日に話してたシーンになって、そのさっきの帰郷がこう出てくるシーン、そしてそのシーンでの白井大臣がこう涙をグッとこう片手でこうグッて拭って承知いたしましたっていうシーンがね、まあかっこよかったっすよね。この後もずっと白井大臣は覚悟を決めた状態でずっとかっこよかったんですけど、でのあの半沢が会見が始まって、債権放棄の件を半沢が喋るところのシーンでの半沢の一言目に対する美濃部の表情の変わり方、帝国航空による債権放棄の件お断りします、あっていうね、一瞬でね、この眉間のシワだけで、この江本明さん、美濃部のね、素晴らしいですよね。次は大和田の登場のシーンですよね。
もう美濃部がこう詰められて、ふざけるな、だったら叱るべき証拠を見せてみろ、ございます、お見せしましょう、お願いします、バーンガーってこの入ってくるあそこのシーン、ここもめちゃくちゃ良かったですよね。でのこのシーンで、だいぶ序盤に美濃部のこの歯、最近耳が遠くてね、これを食らった大和田がここでやり返す。あ、やめろやめろ、大和田、大和田やめろ、はぁ、うん、すみません、最近どうも耳が遠くてね、ここでやり返すんだっていう、これ気持ちよかったですよね。でのこの大和田のこの最近耳が遠くてね、ちょっとこう遠くてね、パッて真顔になって、そのやり返しなさいの方になこうの流れがもうめちゃくちゃいいですよね。全部の証拠をこう出されて、美濃部が記憶にないな、失礼するってこう行こうとするところで、白井大臣がバーって立ち上がってこう目の前にこう立ちはだかる。でその時にこう白井大臣が、政治家として人としての義務ですってことを言った時の白井、いいのここの言い方がね、まあ良かったんですよ。で土下座のシーンになるんですけども、もともと土下座をすることは何とも思ってないってずっとこう言ってた美濃部幹事長だから、何度も土下座するシーンがあったんですけど、ワンの時の大和田みたいな感じにもならなかったんですけど、土下座する瞬間、半沢がいる方向にはしないように土下座するっていうね、根っこが腐ってるっていうのをここのね感じで見て取れましたよね。各々がこうその後の生活どうなったかっていうのがこうちょっと軽くねダイジェストな感じでこう流れてった中で、白井大臣もこう離党して無所属の議員として一からやり直すっていうことがこう描かれてたんですけども、荷物をこう整理してる白井大臣、アンジャッシュの小島さんがこう声をかけるところがあったんですよ。荷物これだけですかって言われた途中でも振り向くことできたはずなんですよ。でもこの荷物これだけですか、このね振り向くタイミングね、まずでの私も辞めてきましたってこう言われた時に、声は出さず私も辞めてきました、このねちょっとだけ動いたんです、私も辞めてきましたに、えっていうのを体でこう表現したというか、振り向くタイミングとこの動き、嬉しい絵なんです。でこれを言葉とか顔にじゃなく、このほんのちょっとだけ動くぐらいでこう表現してるのが、このシーンめちゃくちゃ良かったんですよね。頭取が、辞めるっていうところでのシーンだったんですけど、いやかっこよかったですね。半沢、さらばだ。半沢を呼ぶ時の呼び方めちゃめちゃいいんですよ、頭取の半沢っていうね、からの大和田と最後の2人であそこの部屋でのシーンです。美濃部の土下座を見て嫌な記憶が蘇ってね、確か私もここで誰かさんに屈辱的な目に遭わされた。まあまあだがな、元はといえば全て私と君の親父さんとのことが原因だった。あのことについては悪かったと思ってるよ、一回止まって悪かったと思ってるよ、この言い方がねものすごくなんか印象的だったんですよね。総集編みたいにギュッて一気にまとめていったシーンね、沈没だよ沈没、こんな銀行に誰が残るか、死んでも嫌だね死んでも嫌だね、もうこの銀行はおしまいです。これがもう連続でこう出てきて、頭取になるしかねえぞ、やってみろよ半沢、勝負だ半沢、この世で一番嫌いなお前を全人生をかけて叩き潰す、受けて立て受けて立て、わかりました、受けて立ちましょう、今度こそ叩き潰す、やれるもんならやってみな、あばよ。夜中のもう今2時になるとこなんですけど、声を抑え気味にこうやってるんですけど、もう一連もうめちゃくちゃでしたね。
全部詰め込んで、あばよできましたね。柳沢慎吾さんでの大和田がこうその部屋から出てって半沢の顔にこうなるんですけど、似合ってちょっと笑うんですけど、これがどの笑顔なのかっていうね、大和田のその半沢にバンカーを辞めさせないためのこのやり取りだったことにニヤッと笑ったのか、香川照之さんのあばよに対してのつい笑ってしまったっていう方なのか、わからない笑顔でしたよね。東京アムアムワールドのスタミナと半沢の話をした時にずっと言ってたんですよ、頭取は絶対悪者じゃないと思うなみたいなね、まあ、見事にね的中でしたよね。まあ悪者になるにはちょっとその悪の要素が急すぎるというかね、薄い状態だったっていうのもまあありましたけどね。今回に関してはだと大和田も、あんだけ一緒にやってきてたんでね、まあ悪者だったみたいなともちょっとこうやり返すにしてもちょっと要素が足らない感じでしたからね。黒崎が9話からこのまあ10話に関してフルスロットルだったっていうことをまあ言ったんですけども、9話のね、まあ、ずっと引っかかってはいたんですよ。桃太郎さん桃太郎さん、これから鬼の征伐に助太刀するわよ、黒崎がっていうね。でここで CM 入ったんですよ。であんまり半沢直樹ではない、ちょっとまたシーンを戻して流すっていうのがここで起きたんですね。だからあの CM 明け、これから鬼の征伐に助太刀するわよ黒崎がから、だからなんか2発流れた感じだったんですけど、でこれのやり取りの後に、どんなに上手に隠しても私が見つけてあげたわよっていうね、これはどういう状態になっちゃってたんだ、なんでこんなになっちゃったんだろうっていうところまで言ってましたね。ちょっとそのまあ、いや演技すごい、いややりすぎ、顔芸だろうみたいなね、もう表情いろんなとこ使ってとかいろいろあった中で、あれっていうね、あれそれはどうなのっていうふうに僕はちょっとこのね思ったシーンではありました。この9話の黒崎の乗りすぎちゃったというか、やりすぎちゃったっていう感じが僕はしました。ただもう半沢直樹2、もう素晴らしい時間をありがとうございました。まあ半沢が頭取を目指すっていうのがね、一個こう残った状態なんですけどもね、シーズン3があるのかどうか、これはまた別のお話ですけど、最高でした。以上、東京アムアムワールドカルビでした。皆さん、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。あばよ。